2年連続優秀作品賞受賞、MAXの皆さんです。どうぞ。今日はレコード大賞ということでフォーマルで決めてきました。 Ladies and gentlemen, here's MAX。 おめでとうございました。おめでとうございました、優秀作品賞2年連続ということでございますけども、その辺のお気持ちからお聞かせくださいませな。はい、本当にすごく嬉しくて、はい、なんか初めての時とはまた違った感じで。どんな風に違いますですか？なんか4人ともすごい盛り上がってます。あ、そうです、はい、ちょっと余裕が出てきたというか、受賞をこう喜べる状況が出てきた。なんか喜びもすごい2倍になってて、じゃあ去年の倍喜べてるということでございます、ね。一緒に踊ってくださいね、今日は。はい、驚きました。はい、MAXの皆さん、このライドオンタイムで一番努力された点はどういうところですか？あの、努力というか、ちょうどドラマの撮影の時期にこの曲がリリースで、だからリハーサルだとか振り付けがずっと夜中で、結構大変だったなっていう、そういう思い出がある、はい、でも受賞することでね、そういう苦労も吹っ飛びますね、はい、そうですね、はい、皆さんにお話をお伺いしたいところですけど、ちょっと時間ございません。では歌の準備の方よろしくお願いいたします、はい、どうぞ。今年一番の思い出は初めての沖縄コンサートだとマックスの皆さん口を揃えておっしゃってました、はい、やはりこうふるさとといいますかね、そうですよね、錦を飾れるというのは素敵なことでございますね、はい、そうですね。それでは歌っていただきます。優秀作品賞受賞、Ride on Time、 マックスの皆さんです。どうぞ。12月29日、21歳の誕生日を迎えたミーナさん、今夜の優秀作品賞のお祝いとバースデーパーティーを兼ねて、明日の元旦に4人揃って乾杯しようと計画しているそうです。 Sounds good, huh? Here they are, Dancing Queens, Max, Ride on Time!